丈夫ですか、エヴァさん。やはり無理をせず休んでいてください。大丈夫だって言ってるわ。もう大人は私たち三人しかいないのよ。休んでる暇なんかないわ。石にかじりついてでもここを死守するわよ。無理はするな。せめて目を閉じていたまえ。もし起こさねばならぬ時は必ず起こしてやるから。だから平気だって言ってるわ。放っておいて。私は間違っていたんだわ。どうして？私は後宮家の当主の座さえ得られればそれで満足のはずだった。それがあの黄金の山を見た途端に欲が増えたの。あの黄金の山を独り占めしたい気持ちに駆られた。それは恥じることでも何でもないわ。だって後宮家の当主として当然の権利じゃない。他の誰にも黄金の一かけらだって譲るものかってのよ。私がその誘惑に囚われたからあなたが生まれてしまったんだわ。あなたは私の少女時代の心であると同時に自分勝手でしかない私の横島な心でもあった。そのあなたがあの黄金の山によって芽生えた私の愚かな欲望のせいで私の胸という卵の殻を破りこの世に生まれ出てしまった。あなたを産んだのは私の責任。なら私が殺したローザとマリアもそしてルドルフとキリエと秀吉もあなたの責任ってことになるわ。どうしてうちの人まで殺したのよ。どうして。秀吉を殺す気はなかったわ。だってうるさくてしつこかったんだもの。その意味では私たちの、いえあなたの責任ね。あんなのを旦那に選んだあなたの責任だわ。あなたみたいな子供にあの人の良さはわからないわよ。あなた。何よ、私たちは魔法で夢を叶えたのよ。碑文の謎を解いたわ。そして黄金を見つけ当主の指輪を手にしたわ。全ての夢を叶え切ったわ。それがなんで不満なの。それだけが全ての夢なんかじゃないわ。あの人と素敵な人生を歩んでジョージに素晴らしい人生を託す妻として母として私にはまだ叶えなければならない夢がたくさんあるのよ。それなのに、それなのに。それはあなたが大人になってから勝手に増やした夢だわ。私たちの夢じゃない。だからあなたは子供なのよ。自分さえ良ければいいの。そうよ、全て私が悪いのよ。あの時
ローザの言うことにどうして私は反抗したの？どうして兄弟みんなに黄金を見つけたと発表できなかったの？すべて私が醜いから。黄金を独り占めしたくて芽生えさせた横島な心があなたを孵化させてしまった。ひどい嫌われようだわ。私たちは二人で後ろ見やエヴァなのに。いいえ、もう違うわ。そしてそれはあなたが言ったのよ。私は後ろ見やエヴァ、そしてあなたは黄金の魔女ベアトリーチェよ。だからもう消えて。魔女なんておとぎ話の中にしか存在できない妄想よ、幻想よ。あなたなんか消えてしまえ。二度と私の前に現れないで。ああ、そう、わかったわ。あなたの前から消えてあげるわ。そして私はもう後ろ見やエヴァじゃない。これからは黄金の魔女ベアトリーチェよ。もう好き勝手に遊んでやるんだから。あんたなんて知らないわ。へそでも噛んで勝手に死んじゃえば。私なの、私が彼らを殺した。あの人を殺してしまったの。私が殺してしまったの。大丈夫か、エヴァ。夏日、水を頼む。あ、はい。大丈夫だってば。ちょっと、むせちゃっただけなんだか。顔を洗ってくるわ。ごめんなさいね、寝ちゃってたわ。戻ってきたらまたコーヒーを入れるわね。特に濃い、明日の朝まで眠気が来なくなるようなやつを。うん、頼む。ゴーダの入れるコーヒーよりお前が入れるコーヒーの方が私の好みに合うからな。お世辞でも嬉しいわ。すぐ戻るわ。あなたもあれだけ犬猿の仲だったエヴァさんに気を使うこともあるのですね。本来兄とはこういうものではないのかね。ええ、それで正しいと思います。エヴァに限らん、ルドルフにもローザにも、私がした兄らしいことといえばそれを横柄に語り彼らをいじめただけだ。父のようになりたくて私なりに必死だった。だがいつもそれは及ばず、そのはけ口を彼らに向けてしまった。しかしそれは言い訳にならん。エヴァにもまだ傷が癒えぬほどに深い心の傷を負わせてしまっただろう。悔いているが、今さらそれを詫びたところでその傷が癒えるわけもない。あなたがその気持ちを今だけでなく持ち続けることで、その気持ちはきっと他の兄弟たちにも伝わりますよ。今となっては他の兄弟もエヴァを残すのみだがね。もしあなたとあなたのご兄弟が生まれた家が後宮家でさえなかったなら、もっともっと普通な楽しい兄弟の関係であったでしょうに。それを言ってはならん。エヴァは生涯私を憎み続けるだろう。そしてその資格がある。私はそれを甘んじて受け止めるつもりだ。あなた、エヴァ、すまん。もちろん許さなくていい。もちろん許さないわ。何を今さら。悪いと思ったなら
今すぐへそでも噛んで死んじゃえば。やっちゃえ、知らせてしまえ。45、射撃とか治療、射撃曲線再確認、飛行誤差修正、410データリンク、410データ受領、射撃許可確認。ニヒヒヒヒ、射撃。45、命中および死亡確認、牽引曲線形成、補正点修正、410へデータリンク、410データ受領、死体牽引開始。2匹も釣れた、2匹。ごめんなさい。もう大丈夫よ。今コーヒーを入れるわね。不用心ね。二人揃ってどこに行っちゃったの？いいぞ、声をかけるな、手で触れるな、心の声で呼べよ、心の手で求めよ。そなたの強き思いだけがシャノンの失われた魂、わらわの魔法を届かせる。忘れておったわ、魔法と反魂と、こんなにもつらい魔法であったか。しかしこやつめの力、魔法を知らぬというのはかなりの、なるほど、さすがは金蔵の孫といったところか。
自在にする無限の魔女、死の山さえ越えられぬ幽冥の人間、劣ることがあるとは。ならばお嬢様、この壺を魔法で蘇らせましょう。それで皆が幸せになれるなら、壺も魔法も精霊たちも喜んでそのために力を貸し、元の姿を取り戻すでしょう。さあさあ、お嬢様、目を閉じて、私と一緒にお歌を歌いましょう。さあさあ、目を閉じてごらんなさい。そして思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。それはきっと、とてもとても美しい姿。どうか私に、あの姿をもう一度見せておくれ。
承知さ。シャノン、シャノン、僕がわかるかい？承知さ、これは夢なの？いや、これは夢じゃないよ。だからほら、つねっても覚めないよ。彼女が君を生き返らせてくれたんだ。ありがとう、ベアトリーチェ。いや、わらわは何もできなかった。シャノンを蘇らせたのはそなたの魔力、そなたの魔法、奇跡を成し遂げる後ろ宮の血。確かに見届けさせてもらったぞ。ジョージさんが私を？うん、わらわなど足元にも及ばぬほどの凄まじき魔力であったぞ。わらわなどはまだまだ見習いの息を出ぬか。今こそ身の程を知ろうぞ。ありがとう、ベアトリーチェ。君は僕たちの恩人だ。ありがとうございます、ベアトリーチェ様。再びジョージ様に会わせてくださったこのご恩を決して忘れません。よせよせ、愛し合う二人に感謝されては下道の極みと恐れられたわらわにはくすぐったすぎるというものよ。わらわのことは気にするな、存分。ようやく魔法の使い方を思い出したようですね。頭ん中酸欠でカラッカラで、思い出すもヘチマもねえぜ。それよりあんた殺したじゃねえかよ。現れるんじゃねえよ。あなたが未だに私を生かしていますよ。だからこうして現れられます。
もっとも、あなたの頭を撫でに来たわけでもありませんが。無様なわらわを、わざわざ嘲笑いに来たかよ。それに、隠居までした魔女が、今さら頭なんか撫でられちゃ、他の魔女の笑い者だぜ。そうですね。一人前どころか、現役を退いたと豪語するあなたなのに、今頃になって魔法の使い方を覚えたなど、恥ずかしくて誰にも言えませんね。だなあ、内緒にしてくれよ、お嬢様。愛か、勝てねえな。45、データ受領、射撃準備完了。弾種選定、装填。410、射撃、ニヒ。わずかの間でも会わせてくれてありがとう。ベアト、今のうちに逃げて。シエスタの黄金宮からは誰も逃れられない。410、標的失踪、ニヒャ、魔法機回し。45、了解。索敵変更、対人画像追尾方式。標的再捕捉、410へデータリンク。410、データ受領。すっとろいにえ、先代様。来て来て来て、着弾。
45、着弾確認、強敵死散。間違いなく先代様を撃破しました。また私たちの撃墜気象が増えちまうに。にひ。愛し合う二人、なんだっけ、引き裂いて一度、合わせて二度、もう一度引き裂いて三度楽しめる、だっけ。そのついでにあのクソうるさいババアまでさよならできて最高にご機嫌よ。ラヌエ、文句ないわよね。ございませんと、ベアトリーチェ様。あいつは魔女の碑文の儀式を妨害したのよ。第一のバンド生贄を勝手によみがえらせて私の儀式を妨害したわ。文句言われる筋合いなんか何にもないわよ。しかしずるいな、あいつは死体を残さないのね。あのババアも思いっきり何度も無限にいじめ殺して遊んでやろうと思ったのに。ジョージが来てないわよ。いつ降りたのよ。いつってあれは何時くらいだったっけ。確か4時か5時くらいだったかな。最低でも1時間以上は前だよ。俺たち眠くなってその後は多分居眠りしてたし、でも多分ジェシカの言う通りだと思うぜ。1時間か2時間くらい前だった。私もそのくらいの頃だと記憶しています。コーヒーのおかわりはいるかと聞かれましたからね。どうやってでしょう。まさか隠し扉とかがあるとか。隠し扉？扉も窓も外から閉めることは構造上不可能です。釣り糸の類を使ってもこの構造では無理でしょうな。となれば扉や窓以外から出たと考えるのが妥当でしょう。確かにそういう論法にもなるだろうよ。隠し扉が存在しないなんて断言は誰にもできない。
しかし、そういう発想に飛躍する前に、俺はもっとシンプルな可能性も疑ってる。と申しますと？この窓は静かだな。なるほど。この窓は他と違って、建物の構造上、風が吹き込まないわけか。そのようですな。こんなにも外は風雨なのに、雨も風も入ってこないとは不思議な気持ちです。南條先生、今、窓を開けた時、音を感じたかい？え？いえ、気にはなりませんでしたな。よく油が効いていると思います。つまり誰も見ていない廊下の窓からひょろっと抜け出すことは可能なわけだ。しかもこの窓なら風も吹き込まないから、風圧でカーテンや扉が音を立てることもない。静かな音さ。こういう窓が1階にもあるのかもしれない。誰にも気づかれずに表へ出ることは可能だぜ。しかし扉はおろか、窓は全て施錠されて鎧戸まで閉まっていましたぞ。出ることは可能でも閉めることは不可能だ。閉められるぜ。こうやってカチャンとな。まさかバトラさんは。最後に中の人間が鍵を閉めれば、こんな密室は朝飯前だ。しかしそれでは、それでは。俺の想像したトリックならな。しかしこんなトリックを使えば怪しまれる人物は極めて限定される。私はそんなことをしませんぞ。誓ってもいい。となるとエヴァおばさんと南條先生のアリバイ合戦ってことになる。俺たちは二人とも怪しんで、それぞれを別々に監禁すればいいだけの話。逆に言えばこのトリックはもっと生存者が多ければ有効かもしれないが、これだけ人数が減った状況下では大して有効ではないんだ。もしこの失踪劇が今日の昼にでも起これば、俺は自信満々にこの説を発表しただろうよ。だがこの段階に至っては全然自信が持てないぜ。何なんだこいつは。一体何を意味してやがるんだこの密室は。よ、やはりその、ん、なんだい南條先生、思いつきでもいいから言ってくれよ。上様、やはりこれは本当に魔女の仕業ではないのかと。バカバカしい。魔女なんているわけがねえぜ。魔女は私たちに訴えたいのです。人間にはできないことをやってのけるからこそ自分を魔女だと認めさせたいに違いないのです。私はこのゲストハウス全体の密室からの失踪はそういう魔女からのメッセージだと感じています。考えてはならないのです。意味なんてきっとないのです。私は恐ろしい。だぜ。俺も外の空気を吸いたくなってきた。ああ、
行くならさっさと行こうぜ。もうこんなところに閉じこもってるのはまっぴらさん。早く父さんや母さんやジョージ兄さんを探しに行こう。残りたい人は勝手に残ってればいいわ。とにかく私たちは表を探してくるわ。南條先生はどうする？一人で留守番してるか？いえ、私もご一緒させてください。行くわよ。遅れても知らないんだからね。